どうもこんばんは、稲川学です。今回も千葉駅前路上ミュージシャンをやってた頃、街が結構賑やかなところに、やってたレパートリーの中から尾崎豊さんの僕は僕であるためにやってみたいと思います。41歳で10代の気持ちを歌うみたいなところなのかもしれませんが、まあ私なりに、最近ね、なんか CM で誰かが歌ってるのがちょっと聞こえたんで、あ、懐かしいなと思ったんで、ちょっと歌ってみたいなと思ってはいました。なわけでちょっといっぱいやりながらやってみたいと思います。尾崎豊さんを崇拝してた方たちももう結構いい年でしょ、まあだから勘弁してね。いきます。正しいものは何なのか、それ
しい心を許しながら、この冷たい街の風に歌い続けて、どうもありがとうございました。